はい、今回は開幕まで1ヶ月を切った北京オリンピックについてです。北京オリンピック前、2021年11月に北京オリンピックとは別のですね、大会が中国で行われたんですけども、この大会で中国を訪れた選手から、中国での対応がですね、あまりにもひどすぎて、もう北京オリンピック行きたくないという選手が出てきていますので、お話ししていきたいと思います。まあ中国相当ひどいですからね。まあ今の中国のコロナ対策はですね、人権を一切無視した強引な対策ですから、まあ来月になったからといってですね、そんな1ヶ月弱でですね、この対応が変わるわけでもないので、まあ多分相当ひどい、世界中の選手、メディアからもですね、評判の悪いオリンピックになることが確定しましたね。はい。今回の記事、こちらですね。オリンピックがなければ中国には行かないと語る世界チャンピオン。間もなく北京オリンピック。間違ってコロナ陽性とされたドイツ選手の中国恐怖体験というのでですね。こちら、クーリエジャパンの記事をもとにですね、お話ししていきたいと思います。はい。北京冬季オリンピックの開幕は2月4日。アメリカの外交的ボイコットなど波紋を呼んでいる今大会はあと4週間後に迫っている。それに先立ってオリンピック会場では2021年11月にリュージュワールドカップが開催された。しかし参加したドイツ選手らは滞在中に悲惨な経験をしたとドイツメディアに語るっていうのでですね、まあ、感染者が出たらですね、その人の家を溶接して、完全に封鎖したりですとか、あとはスーパーマーケットですね、感染者が出たらそのスーパーの中にですね、簡易ベッドを用意させて、スーパーの中で生活させるような国ですからね。本当信じられないですよね。オリンピックの選手にだってこれ容赦ないわけですよね。恐ろしいですね、本当に。拷問のような強制隔離っていうのでですね。リュージュとは、ボブスレーやスケルトンと共に、北京冬季オリンピックで実施されるソリ競技の一つだ。選手はソリに仰向けに乗って、時速150キロ近くの高速でコースを走り、速さを競うっていうので、ですね、実際どんな競技かと、ちょっと写真でお見せした方が分かりやすいかなと思いますので、ちょっと写真お見せしますと、まあ、こんなボードにですね、まあ、このようなボードにですね、二人で乗って走る競技なんですけども、まあ、このようにですね、二人で乗って、滑って、速さを競うというような競技になってますね。2021年11月に中国の北京の AK 区で開催されたリュージュワールドカップに、世界チャンピオンであるドイツのチームが参加した。ところが中国滞在自体が多くの選手にとって苦労の連続となってしまったらしい。その体験を選手や監督がドイツメディアに語っている。ドイツメディア ARD によると、リュージュの監督であるノルベルト・ロッホも中国に滞在した2週間半の間に3歳ほど年を取ったようだと語ったっていうので、それほど苦痛だったってことですよね。まあ、こんなこと中国在住の方は正直に発信できないですから。まあ、今回ドイツの選手が正直に発信してしまったわけですけども、まあ、中国にいないからまあ発信しても大丈夫だと思いますけど、これ中国に帰った時ですよね。北京オリンピックで中国に戻るわけじゃないですか。その時に仕返しされなければいいですけどね。恐ろしいですからね、そういうところは。まあそもそも中国に行ったっきり帰ってこれるかっていう問題もあるかもしれませんけどね。はい。中国に到着してすぐ、リュージュ選手12名はホテルに隔離されることとなった。しかしその理由は説明されず、納得できなかったという。3日間経ってから飛行機の中で近くに座っていたロシアの選手が陽性反応を示したためだということが判明した。そして隔離のため14日間もホテルの部屋に隔離され、部屋で食事をしてトレーニングのためだけに外出するという生活を強いられた。毎朝5時から7時の間にはロビーで PCR 検査を受けなければならず、拷問のようだったとロッホは ARD のインタビューで語るっていうのでですね。まあ旅行しに来ているわけでもなければ、こう普段中国で生活している人でもないわけですよ。スポーツの選手が大会のために中国に来てるわけですよ。そんな人が14日間もホテルに隔離されたら、出せるパフォーマンスも出せなくなっちゃいますよ。
しかもですね、これ一人一部屋じゃなくって、後でお見せしますけども、映像を見る限りではですね、狭い部屋に二人で生活させられてるわけですよ。相当ストレス溜まると思いますけどね。なんか東京オリンピックの時に選手村の文句言ってる選手がいるとかって、なんかいろいろメディアで話題になってましたけども、まあ実際には選手自身はなんかいい部屋だったよとかって言ってくださってましたけども、この中国の部屋はですね、もっとやばい。もうなんか東京オリンピックの選手村が天国に見えるぐらいですね、ほんとひどい部屋ですよ。で、実際の部屋がこちらでして、ちょっとトレーニングをしているような様子とですね、一緒にお見せしたいと思います。こちらですね、左右に2つベッドがあってですね、真ん中でトレーニングされてるんですけども、もうここでしかですね、トレーニングするスペースがありませんと。こんな狭い部屋でトレーニングさせられてかわいそうですね、本当に。これででもトレーニングになるんですかね。まあ実際にトレーニング用の部屋もあったみたいなので、あくまでまあ部屋にいる間の自主トレっていうようなお話かもしれませんけども、それでもですね、やっぱりちょっと狭いですし、ここで二人で練習するっていうのはですね、ちょっときついんじゃないかなというふうに思いますけどね。で、これ以降の記事についてはですね、こちらにはちょっと記載してないんですけども、まあ、ちょっとかいつまんで紹介しますと、まあ、こんな程度ではもちろん終わりませんと、もっとひどい現状がありましたと。まず一つ目が、この選手、中国に到着してですね、12日目に陽性反応出てしまったんですけども、陽性反応が出た時に、レースのサーキット会場にいたみたいなんですよ。で、もちろん競技用のユニフォームを着て道具持ったままなんですけども、いきなりですね、救急車が迎えに来て、そのままの格好で道具も持ったままですね、150キロのスピードで病院にそのまま搬送されたみたいですね。別に体調悪いわけではないんですよ。具合悪いわけではないんですけども、もう150キロのスピードでですね、ビューンつって、病院送りにされるわけですよね。で、それからですね、選手の同意もなくですね、採血されて、検査されてですね、もうもはや人権なんて全くありませんでしたと。まあまあ、ここまでならですね、まあ選手の許可取ってないとはいえ、まあ競技会場にいる他の選手に感染移してしまう可能性もあるので、まあ許されるかもしれませんけども、まあもちろんこんな程度では終わらずですね、次にですね、隔離用のホテルが用意されてたんですけども、その隔離用のホテルが、汚すぎるという問題が次あったようです。さすが中国ですね。こんなんじゃ終わりませんと。で、その後ですね、隔離用のホテルについては、床にはですね、ハエですとか虫の死骸が落ちてたりですとか、ゴキブリもたくさん出てきて、バスルームも不潔と、トイレもうまく流れない。もう最悪な隔離施設だったようです。まあ、日本だと考えられないですよね、本当に。まあ、松井和代さんがですね、ニューヨークから日本に帰ってきて、まあ、隔離施設の文句めちゃくちゃ言ってましたけども、まあ、その隔離施設がどれだけ当たりだったか、松井和代にですね、体験させてやりたいくらいですよ、本当に。日本の隔離施設がどれだけ優秀か、もう体験させてやりたいですよね。まあ、もちろんこの間、トレーニングもできなかったみたいですね。これだけで終わると思うじゃないですか。もちろんこんな程度では終わりませんと。さらに、この別の選手になるんですけども、ドイツから中国に来た時の話に戻るんですけども、ドイツから中国に来るのにですね、まあ、もしかしたら乗り換えとかあったのかもしれないですけども、フライトがですね、23時間ありましたと。で、23時間のフライトを経て、ようやく中国に到着したと思ったら、その後ですね、2時間もバスの中でですね、理由もなく待機させられて、トイレすら行くことが許されなかったみたいです。じゃあこの間ですね、選手スタッフの皆さん、トイレどうしたと思いますか？2時間我慢できないですよね。なんとプラスチック製の容器が、窓から手渡されて、その場で容器にトイレしろと指示されたみたいですね。男女別々でもなんか嫌ですけども、おそらくこれ男女混合ですよね。バスでいちいち男女別々にするわけないですし、まあ一緒だったと、まあ別々だったとしても相当ひどいですよ。バスでトイレしようって。いや、舐めすぎですよね、本当に。結局ですね、このオリンピックに出場する選手ですとか、スタッフの人権なんてもう一切考えてないんですよ。無視なんですよ。
中国としてですね、感染者を出さないことの方が大事なので、もう感染者ゼロでしたって世界にアピールするためにはもう人権なんてどうでもいいと。まあ、今回ですね、この、ワールドカップでは、陽性反応出てしまってますけども、まあ、そんなことできないわけですよ。ワールドカップでは中国としてはできないというか、まあ、やりたくないわけですよね。まあ、どうしてもコロナ、感染者ゼロにしたいと、コロナゼロにしたいという話ですね。まあ、逆にですね、そんなことして、選手やスタッフからの評判が悪すぎてですね、中国の評判、下がってしまうだけだと思いますけどね。まあ、変なとこにこだわりますよね、本当に。いや、選手から相当文句言われて、国に帰った後に暴露されるだけなんですけどね。まあ、こんな対応されてですね、誰がこんな国に行きたいと思うのでしょうか。絶対行きたくないですけどね。はい。今回はこれワールドカップでしたけども、オリンピックもですね、もう1ヶ月後に開催されるわけなので、同じような対応がもうされるというふうに見られてますけども、皆さんですね、こういった中国の対応についてですね、どのようなご意見お持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。それからですね、今後もこういったですね、面白いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思います。チャンネル登録者数10万人目指してますので、皆さんぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、チャンネル登録だけではなくって、チャンネル登録の下にですね、ベルマーク、通知マークがありますので、ぜひですね、通知の設定もお願いします。他の SNS ですと、Twitter と Instagram もやってます。こちらはですね、概要欄にアカウント載せてますので、ぜひですね、フォローいただけると嬉しいです。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。